今は前を向いて進め。兵長、立体軌道に移りまろ。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。仕事は何だ。その時々の感情に身を任せるだけか。そうじゃなかったはずだ。この班の使命、そこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。了解です、兵長。この班の任務は俺の会社。巨人を足止めします。俺の敵だ。少しは楽になるといいんだが。ここで時間を費やすわけには。邪魔だ。俺の敵じゃない。了解しました。ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。俺の敵、俺の敵じゃ。後方に回って巨人を止めます。
巨人め。アウェンダント、まだ普通じゃねえやつが出やがった。よくも仲間を。死ねえ！お前ら、味方が叩いてます！早く援護しなければやられます！ええ、前向け！歩調を乱す！最高速度を保て！なぜ！リヴァイ班がやりまして、誰があいつを止められるんですか！
らがやれる。遅い、さっさと決めろ。進みます。目標獲得します。走れ、このまま逃げ切る。進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離であの巨人からエレンをかけて。いいな。まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。目型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいる奴と会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。